はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回はトヨタ GR ヤリス RZ ハイパフォーマンスにタワーバーを装着して時速100キロ区間の高速道路を走行してみました。最後まで見ていただくと GR ヤリスのタワーバーをつけた高速での走行の感覚がわかる動画となっております。乗車している感覚でご覧ください。これは踏むのが楽しいしで超安定する。いつもご視聴いただきありがとうございます。視聴者の購入動機を後押しする動画を作成している車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を約3ヶ月間所有し買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。パンフレットや雑誌に載っていない体験しないとわからない情報をお届け、購入しておっさんが生活で使用しないとわからないことをお伝えしております。これから新車購入の参考にチャンネル登録そして通知ボタンを押してもらうと新しい動画も見逃しません。ぜひよろしくお願いいたします。気になることやオーナーさんからのコメントお待ちしております。購入検討している視聴者さんにより良い情報をお伝えください。通常のヤリスから一線を画すハイパフォーマンススポーツカー GR ヤリス、購入した店舗はトヨタカローラ兵庫本店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました、ありがとうございます。タワーバーを装着して高速走行ではどのような変化があるのでしょうか。では時速100キロ高速走行の動画です。今回こちら今時速100キロ出せるコースに来ました。早速今スピードを上げております。今4速で100キロまで到達して5速に入れ替えました。かなりスピード出せる状態の場所でございます。ただし今現在雨が降っているということもあって途中で多分制限速度が出てくる区間もあるかもしれません。はい、ではこちら今淡路の方に向かっていきましょう。いやーすごいな。左に入る、カーブが続く、トンネルです。何この安定感、やばい、ほんまにやばい、すごいな。今少し下りのある、道で今5速で今時速100キロっていう感じです。で今左にずっと曲がっていってるんですけども、このハンドルの打角全然余裕です。で、トラック前方に来たので、ちょっと追い抜かしてみましょう。今、3500回転あたりを指しております。これは踏むのが楽しいし、で、超安定する。車線変更も余裕。6速に入れましょう。ここでちょっと流していくような感じで運転していきます。で、今、大きな右に入るカーブを、ずっと走っている感じです。あ、ここで時速が180キロに、なったので、速度を落としていきましょう。さあ、このまま淡路の方に向かっていきます。合流になるので、ちょっと右に移ります。あ、ちょっと制限速度が今日は下がってるな。ちょっと雨風が出てるということもあって下がっております。少しアクセルを調整しながら、走行していきましょう。あ、ここから時速が上がってるんかな。ここね、3車線でかなり、広い道です。で、速度も出しやすいところにはなっております。しかしながら、こちらのコース走っていると、たまにパトカーがやってくるところなので、気をつけて運転してください。しかし、ほんまこれの車運転しやすいな。もうね、すぐ踏めばね、踏んだだけビューンって行ってくれるんですよ。今、ちなみに6速なんですけど、6速であってもほんま余裕。トルクが足らんとか、ほんまそんなん感じません。ほんまに。さあさあ、トンネルが終わります。ああ、雨結構降ってる。ここからが、橋になります。雨、長いこと続いてますね、ほんまに。九州地方やって中国地方の方、ほんま。この雨に振り回されているのはすごく難儀やろうなと思ってます。この橋の景色がなんせ綺麗。
一応この、橋渡ってから、サービスエリアを U ターンできる場所があるので U ターンして、でまた元に戻っていくコースを想定しております。さあそろそろ橋の方も終わります。結構今速度が出てる状況でハンドルを切ったとしても、やっぱり寄り戻しで跳ねたりこうバタついたりすることがほんまないんで、もう姿勢をすぐ維持してくれるっていうのがすごいいいですね、ほんまに。今大きなカーブを曲がっております。これでも高速でタワーバーつけて走るとやっぱ恐怖感がない分、疲労もそんなにないんかな、やっぱりその効果ってあるんじゃないかなって個人的に思います。さあ淡路のパーキングエリア入ってきました。ここ時速100キロ一応出して区間がスタートなんですけども、サービスエリアに入っちゃいました。ではここから U ターンをするコースで行きます。3速に入れて速度調整効くようにしていきましょう。2速がええかな、2速にしましょう。ではオアシスをぐるっと回っていきます。今2速40キロでカーブに入って寄ります。上り坂です。もう素直に曲がる、ほんまにこれがたまらんわ、ほんま。チェックゲートです。通行できます。反対側に来ました。でこのまんま U ターンして戻っていきます。では引き続き神戸方面に向かっていきましょう。次は下りの道になります。3速に入れて運転しております。この辺合流があるので気をつけていきます。さあ神戸方面向かっていきましょう。まあこんな感じでこちらの道、神戸大橋で U ターンすることが一応できます。で今4速に入れながら60キロで入っていきます。ぐるっと回るところです。で右側に入って高速に入ります。合流なので気をつけていきましょう。今4速で少し踏んでいきます。180キロぐらいを目指して綺麗に合流できるようにしていきます。変速を5速に変えて、左側通行で行きましょう。やっぱ高速域でもこんな感じで運転できるとほんま安心。これね、やっぱりスポーツカーっていうものはあれなんですよね。僕もそんな車詳しいわけじゃないんですけど、徐々にこういろいろ付け足していったりとかしながら、まあ楽しむ要素っていうのがすごくある車なんだろうなっていう風に感じております。前回N1RS でもそうでしたし、マニュアル車で、まあスポーツタイプの車、まあいろいろつけて楽しむっていうことがいろいろできそうやなっていう風に感じました。タイヤ変えるだけですごくいい車になる感じも受けましたし、まあこんな感じで楽しめたらこの車ほんま楽しくてしゃあないやろうなというふうに思います。まあ車線ちょっと変えました。また橋の方に戻ってきております。今6速で流しながら運転をしております。だいたい2200回転から2500回転付近、回転数回しながら運転しております。もう少しね、天気が良ければね、もう少しスピード出せるようになってるとは思うんですけども、今日はもう仕方ないな。けど一時的に100キロ出せる区間があったので、踏ましていただきましたが、ほんまにめちゃくちゃ余裕。今踏み足してちょっと速度を合わせていってます。ここから橋の山頂付近になったので、今から下りになっていきます。もうこの辺ね、乗り慣れてる人らやったらね、すんごいスピードで走るんですよ。今もね、 N1やったりでも多分100キロオーバーで多分走られてると思います。
やっぱりこの速度ほんまはね、新名人で120キロも試したかったんですけど、時間がないのでそこまでのことが試せないのはちょっと皆さんに申し訳なかったんですけど、ただし、この公道いっぱいでガンガン走るっていうことが本当に楽しい車やなというふうに感じます。もうあともう少しでこの GR ヤリスともお別れになっちゃうんですけども、またちょっと改めて、まとめた動画をアップする予定でございます。この辺ぐらいからね、本土に戻ってからみんな速度また上がるんですよね。この辺今少し上り坂のところで右にカーブが入っている状態です。これほんまね、運転する分には最高の車、ほんまに。ここからかな、100出して場所7号の方に向かっていきます。結構雨降ってきたな。いやー、やっぱ楽しい。やっぱ100出してえところや。今踏んでます、ロック速で。今ゆるいカーブですが、めっちゃいける。いやー楽しい。はい、でもまあ、今回はこの子で一回終わりたいと思います。いや、めちゃくちゃ楽しかった。ほんまね、速度出せる場所でこの車乗れる方、もしおられましたら、ほんとその辺の GR ヤリスの、そのパフォーマンスっていう意味で、いろいろコメントいただけたら嬉しいです。これから購入、検討されている方々も実際どうなんだろうっていうことも気になると思いますので、その辺でいろんなお話をコメント欄でやっていただいたらなと思いますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは車についていろいろ調べているチャンネルです。実際に購入して車の挙動やったり乗った感覚、そして所有するから分かることをお伝えしております。実際に分かることがこんな感じで今走ってるからこうだああだっていう話も分かってもらえたらなというふうに感じております。またチャンネル登録して新しい動画もまた見てみてください。はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。